おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。いろいろの保健当局が COVID-19 の患者数が増加する中、アクトゥルスの変種に警戒を呼びかける。いろいろ州の保健所長は州内での COVID-19 感染の増加を上げ、自己満足に陥らないように注意を促す。フィリピン、いろいろ州の保健当局は5月9日火曜日、世界保健機関 WHO が COVID-19 世界保健緊急事態の終了を宣言したにもかかわらず、公衆衛生プロトコルに従いフェイスマスクを永久に廃棄しないよう市民に訴えた。いろいろ州の保健担当官であるマリア・ソコロ・コルメナレスキニョン博士は、 COVID-19、オミクロン、XBB.1.16、サブバリアントまたはアークトゥルスの患者が州で初めて報告されたことを呼び、 COVID-19 感染が徐々に増加していることを引き続き警戒し、保健手順を維持する理由としました。1ヶ月近く前から件数が増えている、私たちは満足してはいけないと語った。いろいろ州知事のアーサー・デフェンソールジュニアは、患者数が急増し、いろいろ州で初めてアークトゥルス患者が報告されたにもかかわらず、いろいろ州の医療利用率 HCUR と1日平均攻撃率 ADAR は依然として低いため、州内の COVID-19 プロトコルを修正する必要はないと述べました。州保健局のデータによると、いろいろの ADAR は 0.26%、 HCUR は 37.52% であることが判明しました。デフェンソールは、フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領の大統領令第260号2022に基づき、国の省庁管タスクフォース IATF のガイドラインに沿って、フェイスマスクのルールとその他の健康プロトコルが州内で遵守されることになると述べた。アラートレベルシステム1のプロトコルで説明されているのと同じルールに引き続き従いますとデフェンソールは述べています。警戒レベル1では、換気の良いオープンスペースや混雑していない屋外でのフェイスマスクの使用は任意です。ただし、完全接種していない人、高齢者、免疫不全の人は屋内外の会場で常にフェイスマスクを着用することが強く推奨されます。ただし、その他のオープンスペースや屋外など社会的距離を保てない場所ではフェイスマスクの着用が義務付けられています。地元の保健当局は、 COVID-19 だけでなく他の感染症からも身を守るためにワクチンブースターを受け、フェイスマスクの着用を継続するよう呼びかけました。 COVID-19 だけでなく他の感染症からも身を守ることができるため、フェイスマスクの使用をお勧めします。マスクは感染症の拡大を防ぐのに効果的です、トキオンは述べています。WHO の宣言を認めつつも、 COVID-19 の脅威は根強く死者や変異が続いていると指摘した。健康上の緊急事態の状態が解除されたことは喜ばしいことです。ワクチン接種の普及により、感染症やその高い死亡率に対する懸念は薄れています。しかし、 WHO が警告しているように、ウイルスは依然として存在し、死亡事故や突然変異を引き起こしていますと述べています。キニョンは、ウイルスや合併症に対する最善の予防策であるワクチン接種とブースターショットの重要性を市民に呼びかけました。ワクチン未接種の方は、 COVID-19 に感染するリスクが高くなり死亡することもあります。高齢者や合併症のある方は、したいなく2回目のブースター注射を受けることを強くお勧めしますと述べています。月曜日、現在いろいろの人口の 88.43% にあたる129万2666人が一次接種、最初の2回分終えています。しかし、 19.87% にあたる29万488人だけが1回目のブースター注射を受け、 1.74% にあたる2万5410人が2回目のブースター注射を受けている。一方、いろいろ市のジェリートレニャス市長は、市内でのフェイスマスクの自主的な使用を復活させる2023年行政命令第55号を発表しました。市役所命令に基づき、医療施設、医療搬送車、公共交通機関を除き、屋内外でのフェイスマスク着用が任意となりました。免疫不全の方、高齢者、合併症のある方、妊娠中の方、ワクチン未接種の方はフェイスマスクの着用を強く推奨します。 COVID-19 感染者の増加を受けて、市政府は4月、密閉された人混みの中でのフェイスマスクの着用義務化を再導入しました。また、市保健所は、
保健センターで2000回分のファイザー社製ワクチンがまだ入手可能であることから、住民にブースターショットを受けるよう呼びかけた。市の保健担当補佐官であるローランド・ J ・フォルトゥナ博士によると、市のワクチン接種対象者の 49.61%、335,172人がブースターショットを受け、地域のカバー率の 14.76% を上回ったといいます。以上となります。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録といいねボタンのクリック、よろしくお願いします。私のやる気のバイタミンになります。よろしくお願いします。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。